ハローラー、こんにちは。パーカッションの高文です。今回はですね、楽器の練習を休んでしまった、あるいはサボってしまってですね、数日空いてしまったみたいなね、状況あると思うんですけども、そういった時に、復帰する時、どういったことをやるのかというね、動画をお見せできればと思います。これね、これはこうした方がいいみたいなね、必ずこうしなさいっていうような内容というよりかは、僕はこうしてますというですね、私のルーティーンをお見せしますので、あ、なるほど、そういうやり方もあるのか程度にね、見ていただければと思います。はい。僕普段そのあんまりね、休みを取らないっていうか、ずっと叩いてる方が、かえって調子いいっていうタイプの人間なんで、休みをなるべく取りたくないなっていうね、感じなんですけども、今回夏休みということですね、丸3日何も叩かなかった、音楽も極力聴かずですね、楽器にも触れずっていう期間を作ってね、どうなるかっていうのを見ていこうかなと思ってやってみましたけれども、なまってます。はい。ので、まずはね、この体ほぐしということで、今ひたすらこの映像を何を見てるかっていうとね、素振りをしてますね。はい、素振り。ただ腕をこうね、持ち上げて落とす、持ち上げて落とすっていう、はい、ただこれだけのアクションを確認してます。持ち上げる時の感覚だったり、根元から指先までのね、連動性というか、つながり、滑らかさ、ムチのような感じでね、叩きたいっていうのが理想なんですけれども、滑らかにつながっているように感じられるかどうかっていうのを確認しています。はい。これは血流良くするっていうのプラス、ひたすらその感覚を戻してる感じですよね。これぐらい上げたら、これぐらいの感じになるなとかね、これぐらい振り下ろしたらこれぐらいのスピード感になるなとかね。はい。ももにパチンパチンと当てたり、空中をこうパタ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 と仰ぐようにね、すぶったりしております。はい。楽器があるとね、どうしてもその楽器に対して、いい音を鳴らさねばとかね、しっかりといいポジションにめがけて当てなければってね、いろんな意思が働いてしまうので、僕はね、結構素振り、もう何にもない空を切るっていうのね、非常におすすめでございますので、どこでもできるしね、もしあんまり練習時間取れないわとかね、楽器叩く、時間がなかなかっていう方は素振りおすすめですので、やってみてください。基本的に、パーカッションっていうのは腕をもう落っことすだけで十分なエネルギーが伝えられますので、それが無理なく行えるかっていうことですね。はい。この辺限りなくスポーツと言っていいんじゃないかなと、僕は思います。野球でも素振りとかね、イメージトレーニングして、実際に体を動かすってことをやると思うんですけれども、限りなくそんな感じでやってますね、私は。はい。はい。じゃあ素振りが一通り終わったらですね、コンガですね、コンガで今その腕を落っことした感覚っていうのを、なるべくそのまま画面上でもできるかなっていうような確認をしています。これが速くなるとヒール2になるっていう感じで今動かしてるんですけど、はい、持ち上げて落っことす、持ち上げて落っことすで、跳ねさせてひた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 ヒール2って感じですね。はい。若干左がね、動かしづらいなみたいなことを今感じながらやってます。はい。で、これが終わったらタッチの確認、ストロークの次はタッチということで音色を確認しております。コンガの場合一応8種類、ベーストーン、クローズトーン、モフ、オープン、クローズスラップ、オープンスラップ、クローズスラップ、スーパースラップ、インサイドスラップって感じね。はい。ジャンベでもストローク確認しつつ叩いてみるっていう感じで、リハビリしてますね。はい。
まあこれはアクセント移動ですかね。まあスラップをアクセントに見立ててずらしてるって感じ。2打ずつですね。タタ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 。これは音色と、タッチ、ストローク、まあもろもろ確認しながらぐるぐるやってるという絵になっております。はい、大型系コンガ、ジャンベを終えて、まあおよそのね、まあ、大きい筋肉っていうか体の根元の方から使う感覚を、確認したら、今度はカホンで、まあ、指先だったり前腕部分、特に先の方の感覚っていうのを確認するためにこういうことやってます。これもアクセント移動ですね。つったつったタッツッツタッツッツタッツ。ちなみに今これスプリットで叩いてます。人差し指と薬指の交互で打って、アクセントのタイミングだけ少し振りかぶるっていうのをやってますね。1打ずつアクセントを入れる、シングルストローク、それから2打ずつアクセントを入れるですね、ダブルノートシングル、3打ずつ入れるトリプルノートシングル、4打ずつ入れるクワッドノートシングルっていうのまでやります。はい、ちょっと長くなるんで全部は映さないんですけど、あ、今切り替わった。タタタタッタ、これ2打入れたってことですね。タタっていうアクセント、タタ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 ってね。はい、こんな感じですね。素振りが10分、コンガが15分、ジャンベが15分で、カホンがだいたい20分ぐらいで、まあ計1時間ぐらいのウォームアップでございました。はい、まあ、結論から言うとね、やっぱなまってるなって、なまりすごいなっていう感じなんですけど、丁寧に丁寧にね、こう再起動してあげることによって、より円滑にですね休みをなかったかのように、なかったかのごとく、できたらいいなと思って、こんな感じでルーティンやってます。何かご感想などねあればコメントいただけると嬉しいです。また私こんなルーティンやってますとかね、これいいですよみたいなおすすめありましたら、ぜひぜひ教えてくださいませ。はい、それでは、こんなマニアックな動画最後まで見ていただいてありがとうございました。パーカッション高文でした。毎週日曜日には YouTube ライブ使ったパーカッションのワークショップなんかもやってますので、ぜひチャンネル登録してご参加いただければと思います。はい、それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。